大気圏突入。降下作戦のため地球へ向かっていたアーガマはティターンズの攻撃を受ける輸送シャトルを発見。カミーユたちはこのシャトルを救助した。シャトルの船長は一年戦争の英雄ブライト・ノアだった。そしてカミーユの幼馴染ファー・ユイリーまでも登場していた。カミーユ、こんなところにいるなんて。ファーこそシャトルになんか乗っていたなんて。父さんも母さんもティターンズに捕まっちゃったのよ。ガンダムマーク2を盗んだカミーユのお隣だからって僕を知っているってだけで、それがティターンズのやり方か。ティターンズの非道さに改めて怒りを覚えるカミーユ。同じ頃クワトロらはブライトにエウーゴへの協力を要請していた。ホワイトベース時代の中佐の実績が今のアーガマには必要なのです。自分は2隻も船を沈めてしまった艦長ですよ、クワトロ大佐。私は大尉です、ブライトキャプテン。ジャブローにはティターンズを立ち上げたジャミトフ・ハイマンがいると言います。それでジャブローに乗り込みティターンズを叩くというわけですか。最小限度の艦隊編成は組んだ。補給も引き続き受けられるよう手配をしている。その援軍全般の指揮はアーガマのキャプテンブライト・ノアが取る。了解です。かかるぞ。モビルスーツ発進用意。全周囲索敵を怠るな。一方ティターンズもエウーゴの動きを察知、大気圏突入前に攻撃を仕掛けようとしていた。俺は重力の中でも浮いてみせるが、エウーゴの連中は重力の中へ叩き落とす。突入を援護する。了解。降下部隊は降下予定地点へ向かえ。修正してやる。ロベルト、
どうか。呼べるとき効果開始する。こいつ修正してやる。すまんジェルド、交代させてもらう。それでは大気圏突入は無理だ。アーガマへ交代しろ。まだやれます。アーガマに戻れ、艦長命令だ。ここで死ねるか。こいつ、援護を任せろ。効かない、消えろ。こいつ、カミー、どこにも片付けず。行けるか。こちらアポリー機、大気圏に突入する。こいつ、こいつ、やらせるか。こいつ、任せろ。消えろ。消えろ。ふう、これで地球へ降りられるか。アガマ、大気圏突入エリアに接近。敵のモビルスーツ隊です。こいつ、ちぎ、丸腰のアーガマジ、誰か援護に迎える者はいないか。うん、私ちゃんとしてれば出撃して守れるのに。高度上げろ。艦隊は脱出する。こいつ、あれか、マクス。ついにアーガマに復讐できるぞ、ジェンド。ここまでだな。重力の中へ叩き落としてやる。気をつけていけよ、カミユ。バリュードなしで持つものか。ハクリゴ、これ以上は無理だ。バリュートを展開したらこちらがやられる。これまでだよ。一
ジェルドめ弱気な。そんなことじゃ撃てん。もう持たないぞ。逆死ぬぞ。オートマジックか。これではやられる。もっと離れていれば助かったんだぞ。アメリア。準備はいいな。遅れるものは置いていく。さあ、始めましょう。